A.S. ヤコブレフ記念試作設計局は、ソビート連邦、ロシア連邦の航空機メーカーである。略称、リバース。単に、ヤコブレフ設計局、ヤコブレフ、または、役という略称でも呼ばれる。アレクサンドル・セルゲイエビチ・ヤコブレフが解説を命ぜられた。一部の部品を、ヤコブレフ設計局で新造し、 飛行可能となった冷戦22型初期の開発機で、あるエアーシリーズの成功により約マイナス1戦闘機の設計を命ぜられ、第二次世界大戦から朝鮮戦争まで、約戦闘機はソ連戦闘機の代名詞であった。だが、その後は政治的な理由もあり恵まれず、軍用機分野の全面からはほとんど追い出された形となった。逆に、旅客機分野では、 大きな躍進を見せ、約マイナス40や約マイナス42では、東側随一の成功を収めている。また、イルクートと共同で MS-21 の開発が進められている。他の設計局と違い、旅客機、戦闘機、V トール機、早期警戒機、ヘリコプターといったほとんど全ての種類の航空機を設計した唯一の設計局でもある。 ソビエト連邦の崩壊後には注文が激減したこともあり、第二次世界大戦時のレシプロ戦闘機のレストア部品を製造したり、海外から航空機部品の製造を受注するなど新たな事業を行っていた。ロシアの航空業界再編の動きの中で2004年にイルクートに買収され、最終的に統一航空機製造会社の参加となった。表記は 日本語のローマ字表記の順。ただし、日本語表記とソ連科学アカデミーの表記が同じ場合は校舎を省略、公式 HP より、ありがとうございます。